ジョン・ライダーは、イギリスのプロボクサー。イズリントン・クイズリントン出身。元 WBA 世界、スーパーミドル級暫定王者。2013年9月21日、カッパーボックスで、コモンウェルス・イギリス及びブバーバック、英国ミドル級王者のビリー・ジョーソン・ラースと対戦し、12回、0から3の判定負けを喫した。2014年10月11日、O2 アリーナで、 テオフィリウステテと WBO インターコンチネンタルミドル級王座決定戦を行い5回2分56秒 TKO 価値を収め王座を獲得した2015年1月31日 O2 アリーナでビリー・ハクンド・ゴディと対戦し10回1分52秒 TKO 価値を収め WBO インターコンチネンタル王座の初防衛に成功した 2015年5月30日、O2 アリーナで、ニック・ブラックウェルとブバーバック、英国ミドル級王座決定戦を行い、7回2分36秒、TKO 負けを喫した。2016年1月30日、カッパーボックスで、セルゲイ・コミットスキーと WBA、インターナショナルミドル級王座決定戦を行い、12回、3から0の判定勝ちを収め王座を獲得した。 2016年9月24日、マンチェスターのマンチェスターアリーナで、ジャック・アーンフィールドと対戦し、12回0から3の判定負けを喫し、WBA インターナショナル王座の初防衛に失敗、王座から陥落した。2017年2月4日、オリンピアでアダム・エチャーズと IBF インターナショナルスーパーミドル級王座決定戦を行い、12回3から0の 判定勝ちを収め王座を獲得した。2017年4月22日、リバプールの M&S バンクアリーナで、ロッキーフィールディングとブーバーバック、英国スーパーミドル級王座決定戦を行い、12回、1から2の判定負けを喫した。2019年5月4日、ラスベガスの T、モバイルアリーナで、WBA 世界スーパーミドル級王者、サウル・アルバレスが、 ミドル級での王座統一戦を選択したことに伴う WBA 世界スーパーミドル級暫定王座決定戦を元 IBF 世界ミドル級王者で WBA 世界スーパーミドル級5位のデイビッド、レミューと行う予定だったが4月17日にレミューが負傷したため欠場したため代わりに WBA 世界スーパーミドル級4位のビラル、アカウェイと行い 3回2分12秒 TKO 勝ちを納め王座を獲得した。2019年11月23日、リバプールの M&S バンクアリーナで WBC 世界スーパーミドル級ダイヤモンド王者及び WBA 世界スーパーミドル級スーパー王者のカラムスミスと団体内王座統一戦を行い、12回例から3の判定負けを喫しダイヤモンド王座獲得と、 王座統一に失敗した。しかしライダーが勝っていたとする声が多数上がる疑惑の判定となった。2021年7月8日、WBA は WBA 世界スーパーミドル級世紀王者のデビッド・モレルとの司令戦を発令されたため8月8日までに交渉を行うように通達された。ありがとうございます。